消毒被害軽減ブレーキの実演をご覧いただきます。こちらにあります、模擬障害物、ここに向かって40キロで、突っ込んでいきます。自動的にブレーキがかかって、急制動をかけて止まるというところをご覧いただければと思います。バンパーの中央にありますミニ波レーダーというもので、車間距離ですね、計測しています。前方の障害物を検知した場合、詰まってきたなという判断をすると、まず車間距離警報というアラームが鳴ります。その後、まだ車間距離が詰まり続けていると、コンピューターが判断したときに、一時制動という弱めのブレーキをまずかけます。それでも最悪になり、ぶつかるなというふうに、コンピューターが判断します。二次制動という強いブレーキを持っています。その二次制動はかなりの制動力になりますので、実際ご覧ください。これがアクティブブレーキアシステムになります。地上の説明って聞かれました？なんか喋ってました今。喋ってました。喋ってました。はい。なんか理解できました。何言ってるか。40キロで止まる。あ、40キロで止まるって言ってました。まあ間違いないですね。あのフロントバンパーのところにミニハレーダーっていうのがこうついてて、それでこう距離を測りながら、一応それでブレーキを使って、ブレーキペダルは当然踏みませんし、バラに向かって突っ込んでいきます。40キロで作動し始めるのが結構近づいてからです。じゃあ行きますよ。入ります。警報音が鳴るので、鳴らなかったら突っ込むと思ってください。そろそろ行きますよ。最後の最後でフルブレーキかけますので、こんな感じで止まります。すげえ。はい、じゃあご苦労さまでした。ありがとうございました。